お初にお目にかかります。これなるはポルカ。さしたる得意はございませんが、昔々のおとぎ話の類には通ずるといささか自負しております。さて、イアルと呼ばれるこの地にも古より伝わるおとぎ話が数多くございます。遥かなる昔、イアルは多くの強大なる神々が住まうまことに栄えた地でございました。やがて起こりましたのが神々の戦い。大地を割り、天空を乱し、海原を汚す。深く傷ついたイアルが再び命を育むまでには多くの時を要してございます。そして地上に現れた新たな命には異形の者たちが含まれていたのでございます。さて、先の戦いに敗れた神々は邪悪の烙印を押され、時の彼方に追いやられたのでございます。邪神とされし彼らが封じられたそこは音がなく光も届かず、微塵の安寧も得られぬところでございました。彼らは悲しみを抱えながらも復讐心をたぎらせ続けたと伝えられてございます。ところで皆様は近年世界を騒がせるエニグマの存在をご存知でございますか？恨めしく地上を眺めるマナコのごとき姿から、時の彼方より邪神が送り込んだのではと噂する者もございます。さらに世界の各地に出没しては人々を襲う黒い魔獣、これも邪神の先兵かと問う者も知らず、答える者も知れず、はるけき昔のおとぎ話が今この世に現れたものか、恐ろしくも面白い話でございましょう。そしてキャラバンは空を飛ぶこともできますぞ。えっ、ドヒー、まことに便利な代物でございましょう。さて、
Good job.